さあ今日はマックミニを分解していきましょうかね。はい、マックミニを手に入れました。もともとねこの、キーボードとトラックパッド、これの初代ですけど、こちらをね、ゲットしようと思ってメルカリで探していたんですが、はい、そしたらマックミニも、マックミニのね、販売っていうか、マックミニ買いませんかみたいなのがあって、そしたらそこにね、キーボードとトラックパッドも一緒に買えるところがあったので、そこにお願いをして買わせていただきました。で、初代のキーボードとトラックパッドといっても、中古でも合わせたら7,000〜8,000円ぐらいするので、それを考えると、このマックミニ、まあ、ミドル2011ですけど、4万ちょいで譲っていただいたんで、まあ、3万円台で買えたというような計算にはなるんですよね。なので非常にありがたい。よいしょ。ありがたい、いい買い物をしました。はい。で、しかもこれが SSD と、メモリがパワーアップしてもらえてる品物なので、なおいい買い物だったと言えるかなというところです。さあはい、こういうね、私が iPhone の電池交換をした時に手に入れた工具がありますので、この辺のね、こういうヘラだとか、こういうねピンセットだとか、この手のやつを使って外していきましょう。ね、そんなちぎらないように、はい、外れました。さあそしたらば次は、この辺がないこと外してやらないかですね。はい、ちなみにこのドライバーが、この星型のね T6 とか T8、 この T10 か、
よいしょ。C 型のね、トリックスドライバーの T6 だとか8だとか10だとか、よいしょ、はい、でこれが1テラのフュージョンドライブですね、はい、結構ホコリがついておりますが、そしてこの下にね SSD が、入れてあります。これはどう外すんだっけ、ちょっと忘れたな。どうだっけ、よいしょ、おー、ちょうどだ。取れました。さあこれをね、パーツクリーナーでホコリを飛ばしていきます。これちょっとベランダとかでやってきます。一旦こっちに置いといて、あとはこの辺の、はい、これが240GB の SSD ですね、はい、さあでこの中のホコリも掃除してきます。はい、それでは一旦ちょっとストップ。はい、まあカメラね、手入れする用のこのハケとブロワーだけで、パーツクリーナー使わなくても十分ホコリ落ちました。ということで組み戻していきましょうか。よいしょ、
外さなくてもよかったネジが。ありますね。この辺は外さなくてもよかったようです。どっから取れてなかった。
さあちょっと途中で電池が切れてしまいましたが、さあ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 、どこのアンテナを刺さなきゃいけませんか。うまく刺さるかな。さあそれでは止めていきましょうか。やっとやっとできました。繋いでいきます。